カイル・オライリーのリングネームで知られるカイル・グリーンウッドはカナダのプロレスラー。ブリティッシュ・コロンビア州デルタ出身。2005年2級のリングでプロレスデビュー。2007年6月16日、同団体が主催するトーナメントパシフィックカップに出場。決勝戦でスコッティ・マック、トニー・コジーナとトリプルスレッドマッチで対戦。この試合に勝利を収め。 同大会を優勝する。7月21日、アイスが保持する NWA、カナリアンジュニアヘビー級王座に挑戦し、ダッシュ。第26代王者に輝き、自身初のベルト大会となった。2009年11月28日、ドラゴンゲート USA に、初参戦。ダークマッチで、アダム・コールと対戦し、勝利を収めた。また、同年よりローに、初参戦し、 2010年9月13日より同団体の所属選手となる。所属後はコールとタッグを結成し、タッグ戦線に参入。2011年1月、ローが主催するトーナメント、トッププロスペクトトーナメントに出場。決勝までコマを進めるも、マイケル・ベネットに敗れ、準優勝に終わる。8月13日、コールとのタッグチーム名を、フューチャーショックと命名。 2012年1月7日、フューチャーショックを解消。デイビー・リチャーズをパートナー。また、n w s モーキー・マウンテンに参戦した際には、同チームに、トニー・コジーナを含めたトリオとして活動している。3月4日、ロー創立10周年記念工業、ヤングウルフズ・ライジングのメインイベントに出場。チームアンビションとして、前タッグパートナーだったアダム・コールエディ・エドワーズ・ウグミと対戦。 39分以上に及ぶ激闘の末敗北を喫した。6月24日、ベスト・イン・ザ・ワールド2012ホステージクライシスにて、コールとハイブリッドファイティングルールで対戦したが、アシオンのあざがためでギブアップ負けを喫する。その後、リチャーズはエドワーズとのタッグ、アメリカン・ウルブズを復活させ、アンビションとしての活動を収束する。12月16日、 同年内最終工業、フィナールバトル2012にて、ボビー・フィッシュとのタックで、ウルブズと対戦したが、敗北を喫した。2013年2月2日、フィッシュとのタックチームを、レッドラゴンと命名し活動。3月2日、ブリスコ・ブラザーズが報じするロー世界タック王座に挑戦。この試合に勝利を収め、第36代王者組に輝く。以降、7度の防衛に成功するが、 7月27日、フォーエバー・フーリガンズに敗れ、王座から陥落。8月17日、フーリガンズから勝利を収め、新たにタック王者となったウルブズの初防衛戦の相手として対戦。これに勝利を収め、第39代王者組に返り咲いた。8月30日、プロレースリング・ゲリラが主催するトーナメント、バトル・オブ・ロサンゼルスに出場。トレント、 ドレーク・ヤンガー、マイケル・エルガンを下し、優勝を収めた。2014年3月8日、ヤングバックスに敗北を喫し、ロータグ王座を手放す。5月17日、ローと新日本プロレスの合同工業、ウォー・オブ・ザ・ワールズにて、ヤングバックスが保持するロータグ王座に挑戦。腕ひしぎ、逆十字固めで、マットからギブアップ勝ちを収め、同王座に返り咲いた。 8月10日、新日本プロレスが主催する西武ドーム大会にレッドラゴンとして参戦。タイムスプリターズが保持する IWGP ジュニアタック王座に初挑戦したが敗北を喫しダッシュには至らなかった。11月8日、新日本プロレスの大阪大会でタイムスプリターズに再度挑戦し、勝利を収めて第39代 IWGP ジュニアタック王座をダッシュした。 2015年1月4日、東京ドーム大会で、フォーエバーフーリガンズ、ヤングバックス、タイムスプリターズとの4ウェイマッチを制し、IWGP ジュニアタッグ王座の初防衛に成功した。2月11日、大阪大会にて、ヤングバックス、タイムスプリターズとの3ウェイマッチによる2度目の防衛戦に挑んだが、ヤングバックスがタイムスプリターズからホールを奪い、王座から陥落した。 5月3日、福岡大会で、ヤングバックス、六本木バイスとの3ウェイマッチで、王座奪還に挑んだが、ヤングバックスが六本木バイスからフォール勝ちし、王座ダッシュとはならなかった。NXT2017 年8月2日、WWE の参加団体である NXT に登場。アリスター・ブラックと対戦。試合を通して両者が得意とする、蹴り技の応酬になり、 終盤には、ジャンピング2位から、アックスキックを決めるが、ブラックからすかさず、ブラックマスを決められ敗戦した。11月18日、テイクオーバー、ウォーゲームズにて、アダム・コールボビー・フィッシュと組んで、オーサーズ・オブ・ペインロデリック・ストロング、サニティと WCW で行われた金網に、囲まれた、リング2面で5分時に、メンバーが追加される特殊ルールのウォーゲームで対戦。 隠れスラーが暴れ回る中、サニティ追加後にはしない、スティールチェア、スティール感を投入して、さらに混沌溶かす。終盤に、ヤングがストロングに、ショーストッパーを仕掛けた隙をついて、コールがしないでヤングをオーダそして最後にスティールチェアを持ったヤングに、シャイニングウィザードを決めて勝利した。同月十九日、NXT の収録にて、NXT タッグオーを保持するサニティに、 フィッシュと組んで挑戦。セコンドについていたコールの助力を仰いで勝負を制し、王座を体感した。2018年7月11日、NXT タッグ王座を保持する、マウスタッシュマウンテンにストロングと組んで挑戦。終盤に、セブンと関節技の応酬となり、最後は、ダブルニーバーを極めると、コーナーより、ベートがタオルを投入して、レフェリーストップで勝利。 ベルトをダッシュした。クロスアームバーギロチンチョークロー世界タッグ王座 &PWG 世界王座 NXT タッグ王座ロデリックストロング IWGP ジュニアタッグ王座ボビーフィッシュロー世界タッグ王座を腰に巻くオライリー。ありがとうございます。